沖縄アオガエルは、両性孔無備木アオガエルカオガエル族に分類されるカエル。背面の体色は青みがかった黄緑色だが、暗緑色に変色できる。種照明バーディスは緑色のノイ。交際は黄色や黄緑。平地から山地にかけての森林に生息し、元足は草原にも生息する。繁殖形態は乱生。12翌7月に、 水田や水たまりの周辺にある草原や地中などに泡に包まれた卵を産む。ペットとして飼育されることもある。テラリウムで飼育される。樹状性のため、高さのあるケージで飼育するのが望ましい。枝や流木、観葉植物などを組んで活動場所や隠れ家にする。床材に潜ることもあるため、腐葉土や水苔などの保湿力のある床材を敷く。観葉植物などを、 ケージ内に入れている場合は、照明器具を点灯させ、昼夜のリズムをつけるようにする。夜間や照明を消した際に、霧吹きで湿度を上げる。餌は、コオロギやカイコの幼虫などを、ケージに直接話すか逃げないように餌容器に入れて、与える。ありがとうございます。